表室,室、氷室、氷室、表室、英語、アイスハウスとは、氷や雪を貯蔵することで、冷温貯蔵庫として機能する専用施設のこと。古代より、世界各地で利用されてきた、蓄熱施設である。電気機器による冷蔵や冷房が普及した現代では、激減したものの、節電や、酒、食品の熟成、文化的な行事などを目的に、気候により、 氷雪が溶けてなくなってしまう、高温の時期がある地域や一年を通って氷雪が存在しない地域で利用され続けている。掘った穴と敷き詰め包み込むための藁だけでできたものや、氷雪の上に断熱材、藁、断熱シートなどを被せるだけのものもある。このようなタイプは日本では雪、雪蔵、雪蔵、雪蔵あるいは雪中貯蔵庫などと呼ばれる。この他に、春の到来による、 気温上昇や雨水の影響をより受けにくい、洞窟横穴、さらに高級的仕様に耐える石造りや、ドームなどで構築された近代的なアイスハウスまで、様々な様式がある。いずれにしても、伝統的土木技術によって建造あるいは設置される、ものであり、冷蔵庫、機械式冷温貯蔵庫が発明される以前は、現在よりも一般的な冷温施設であった。日本の、 雪倉、雪室は酒の貯蔵によく用いられている。この他に生鮮食品を含む食品の保存のほか、氷雪そのものが農業や医療に活用されることも珍しくなかった。氷室は英語ではアイスハウスと呼ばれ、イギリス、イングランドやスコットランド、アメリカ合衆国、イタリア、ペルシアなどにも存在している。日本においても、 春から秋に製氷する技術がなかった時代には、冬場にできた天然の氷を溶けないように保管する必要があった。正確な記録は残されていないが、洞窟や地面に掘った穴にかやぶきなどの小屋を建てて、覆い、保冷したとされる。木村の中は地下水の気化熱によって外気より冷涼であるため、涼しい山中などではこの方法で、夏まで氷を保存することできる。 このように天然のものを保管するしかない時代、夏場の氷は貴重品であり、長らく朝廷や将軍家など一部の権力者のものであった。歴史的には、日本初期、仁徳天皇六十二年上に、ぬかた大中彦彦、ぬかたの大中津彦彦子が、統計、告げ、現在の奈良県天理市福住町へ狩りに出かけた時、光るものを発見したとの記述が、最初の登場とされる。 奈良時代の長屋大宅跡から発掘された木管には、杖表質、げの氷室と書かれたものも見つかっている。日本初期の高徳天皇記に、氷村寺というカバネが登場し、朝廷のために氷室を管理した職が存在したことが、伺える。例えば、朝廷の養殖を占めた家の一つが木犬種か、主に、加野神社の神官を輩出した、また元皇族か。 カジ神社祭神はカムヤの氏神の家系図には、表蓮、表質の記述が見られる。律令制においては氷室、ロ、氷職は、宮内省門土氏に属した。その後も、氷室とそれを管理する職は、各時代において存在し、明治時代になって消滅した。江戸時代には、毎年6月1日、旧暦に合わせて、加賀藩から将軍家、 氷室の氷を献上する習わしがあった、高齢者の場合は、衛生的不備がたたって腹を壊すことがよくあり、年寄りの冷水という慣用句が生まれた。表質を題材、題名とした能の,の演目がある。脇のものの後人ものの一つ。平安時代中期成立の演技式には、次の十箇所の氷室が記載されている。いずれも宮内小門土詞の書簡であった。なお、 後の天朝8年、831年8月、山城国、河内国にはそれぞれ氷室三境が加え置かれた。平城系では、春日山に氷室が置かれ、宮中への県標の直祭を行った。平安系への戦ともに、奈良にあった氷室を祀る形で設けられたのが、現在、奈良市春日の町にある、教室神社であり、教室権限とも呼ばれる。室は、 それが存在した場所に地名として名残をとどめている場合がある。京都府京都市北区西賀も標室町の標室町や島根県出雲市、氷川町上氷標室の標室は現存する地名であるし、氷室村や標室町は全国各地に数多く存在する、あるいは存在した集落名である。また、標質山、氷室武市、標質代、氷室川、標質、 さは、氷室大滝、氷室の大滝、氷室池、氷室別れ、交差点、辻の名なども見られる。1月の最終日曜日に氷室小屋に雪が詰められ、氷室の仕込み、6月30日に雪を取り出し、これは、氷室開きと呼ばれる。豪雪地帯である石川県金沢市とその周辺ではかつて各所に氷室があった。 夏場の氷は庶民には貴重品であり、7月1日に氷を模したと言われる、氷室饅頭を食べて、健康を祈る風習が生まれ、現在も続いている。氷室開きは、昭和30年代、およそ1955から1965年に、途絶えたが、1986年、昭和61年に復活した。しかし近年は、断頭続きで、 雪不足に悩まされることが多い上、氷室小屋を保有する、湯湯温泉の白運動ホテルが1998年、平成10年に倒産したことから、行事の継続が一時危ぶまれた。破産管在人の許可により、白運動ホテルに近接する、玉泉湖畔の氷室と、氷室木の行事は、現在も続いており、氷は、地元、石川県と金沢市の、ほかかが前田市と縁がある。 東京都の板橋区、目黒区に贈呈されている。熊本県八代市では5月31日から6月1日にかけて八代神社、病見宮で、表出祭が行われる。この祭りの日を俗に、孔追たち、氷作日課と呼び、雪の塊を模した雪文字、米粉を水で練り、せいろで蒸した餅菓子を食べるの表しである。 栃木県日光市にはかつて10軒程度の天然氷製氷業者あった。現在では3件のみが残っており、4代目氷屋、徳次郎、吉原氷室、正月氷室、三つ星氷室が氷室で天然氷を保存し、販売している。この分野では、室蘭工業大学の小宮山正義特任、教授による研究が著名であり、数々の実績がある。 北海道保別町、沼田町などでは、天然雪による冷熱を利用した大型倉庫が整備されており、保別町では年間1500トンの雪を運び込むという。米3万病のほか、ブロッコリー、長芋などが常時摂取5度以下で保管される。野菜の場合、氷室で長期保管することにより甘みが増し、米は雪水穂というブランドとして評価が高い。 山形県船形町にある農業実習体験館では駐車場斜面に超雪庫を設け、送風機により施設の季冷房を実施、年間200時間の雪冷房を実現している。北海道東屋湖サミットの会場となった国際メディアセンターで7000トンの自然雪を利用した大規模冷房の展示が行われた。冷房に必要な冷熱の全熱量の90%。 雪解け水による効果が3%、合計93%の熱量が、この雪冷房によって供給された。その結果、一般の建物に比べ、約34%の二酸化炭素排出削減につながった。北海道美梅市では、雪氷熱利用によって、データセンターを冷却するホワイトデータセンター構造をはじめ、雪蔵を使った農産物の保存。 マンションや宿泊施設の冷房などに利用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。